カツラじゃないズラだ。1回戦目の競技は術者と式神二人三脚によるファン、ひょっとしてパン食い競争とか、それなら勝ち目があるかも。パンデモニウム食い競争です。やパンデモニウムってなんだ。あんな気持ち悪いもんスナック感覚でいけるか。それでは位置について。つかねえ、絶対やだ、僕は絶対行きません。嫌だ。よーい、待って、ドン。これはもしやね、だから言ったでしょ。破天使パチ、早くパンデモニウムを食べるね。無理、パンデモニウムだけは無理。なんでこっち見てるもの、こっちガン見たもの。んなもんカニと大して変わんないやろ。カニにタコにカニあんこ、ゲテモノほどうまいって銀ちゃん言ってたやろ。そういう問題じゃねえだよ。おいしくてもこんな化け物食べるのは無理だって言ったんだ。チパチ、早く滝に食べるやろ。こうなりゃやけだ。あともうちょい。おい、何やってるアルコ。ファーストキス。いや、なんでもない。あ、気を取り直していこう。すごい。あ、私も初めてだった。おっと、これは思わぬハプニング。偶然にもパンとハプニングキスを交わしてしまったようです。いや、どうでもいいから早くしろ。何が、食え、早く食え。すいません、そういうつもりではなかったんです。ごめんなさい、こんな形でその大切な初めて奪っちゃって。別に気にしてないから。なんで顔赤くなってんだ、わかんねえよ。おい、なんだこのふわふわした空気、なんでパンデモニウム食い競争でこんな空気になるんだ。なんだよ、ハプニングキスしちゃったくらいでこんな。パンデモニウム、別に関係ねえよ、キスくらい。おい、モノログやってる暇があんなら早く食え。別にパンデモニウムさんが好き好んで僕とキスしたわけじゃないし。パンデモニウムさんって誰、クラスメイト。つうか、そのこと別に今は関係ないし。はっ、誰だこれ。パンデモニウムさんこんな顔してたっけ。もっとベゲニットみたいな顔してなかったっけ。あれ、おかしいぞ。あれ、なんでこんなにドキドキしてんだ。パンデモニウムさんってこんなに可愛かったっけ。まずい、なんかどんどん食べづらくなっていく。おしパチ、何やってるね、早く食べろある。すいません、どっか変なところ当たりました。いや、胸に。胸！ごめんなさい、そんなつもりじゃ。大丈夫、分かってるから。ごめん、ドキドキしちゃって。つい、次は声出さないように我慢するから。やめろ、ドキドキが止まらねえ。バカなの、あの子バカなの。どんどん食べづらくなっていく。どんどん君に惹かれていく。おい、いい加減にしろ、パン食い競争やってんだよ。なんでパンとの恋が始まろうとしてんだ。遠慮しないでいいのよ、どうぞ私を食べて。やめろ、もう余計なこと喋るな。初めてだったけど、私にとっては最後のキスだった。もう心残りはないわ。ありがとう、最後に私を女の子にしてくれて。無理だ、こんな素敵な子僕には食べることなんてできない。さっきから何やってるあるか、このバカ。早く私を食べてください。食べられるならあなたがいいです。パチ、早く食べろよ。早くしないと。そうだわ、食べやすいように私を床に落とすの、早くお願い。そういう問題じゃないです、あなたのそういう優しいところが一番の障害。チンパチどくね、私に任せとけ。おいちゃーん、あ、でもリオさん。
おい、パンデモニウム弾を返せ。まだまだ。おっと、ケスの衆チーム突如直接攻撃に移った。必要にハロを攻め続ける。これはひょっとしてこれは、ガセ。なかなか見つからないね。あった、引き食ったからどっちがどっちだか分かんなくなっちゃったけど、どっちにするね。出発地クールだ。尻の衆パンを吐いて失格。ケツの衆パンを食することを拒否、これも失格。一戦目引き分け。し、引き分けか。まあいいある、責任はほとんど出発にある。ある、私はやれることはやったね。あ、ほとんどお前のせいだろうが。どんだけグロテスクな戦い繰り広げてんだ、この野郎。気持ち悪くなっちゃったじゃねえか。悲しまないでくださいませ、新八様。あ、私はあなたの心の中に生き続けますのよ。パンデモニウムさん、パンデモニウムさん、僕忘れないよ、君の柔らかい唇の感触を。私も忘れません、あなたの柔らかい頭を。